皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら昨日に引き続き12月27日月曜日開催予定のワンパンマンコラボにて新たに登場するキャラクター図鑑を一部ご紹介いたします。はい、まあ昨日もですねワンパンマンコラボ情報来てたんですが、今日も来ておりますので実際に見ていこうと思います。いきましょう。まずはこちら金属バットからですね。はい、まあ星6キャラです。スキルブーストプラス封印2つ、火の超つなげ石強化、超つなげ石強化、比率4つ、ボイス覚醒、超覚醒、スキルブーストプラスです。なんか最近つなげ石強化めちゃめちゃ多いね。結局なんかこのつなげ石強化って名称あるんですか？特にないのかな。めちゃめちゃ超つなげ石強化って言いづらいんですよね。つなげしとかでよくないですか？つなげし、めっちゃつなげしよくない？切ないかな。つなげしめちゃめちゃ言いやすいんだけど、普通につなげし、つなげしいいな。俺、自分だけつなげしって呼んどこう。なんか名称あったら教えてください。スキル、1ターン受けるダメージを激減、1ターンダメージ無効を貫通、自分の攻撃力が3倍です。これが10ターンスキルですね。まあ、無効貫スキルあるんで、まあ、周回とかなら使えるかもねぐらいの感じですね。で、リーダースキルは火の HP が2倍、攻撃力が18倍、指5秒延長、火の6個以上消しでダメージを軽減、固定1ダメージです。このつなげしがマジで渋くて周回特化になっちゃうんですよね。これはもう攻略だとあんまり使わないので、このキャラも周回で使うかなぐらいの感じですが、金属バットも武器化とかないんですよね。だからもうこの洗脳オンリーなんで、まあ、これはあくまで、まあ、星6にしては強い方だけど、まあ、言ってもハズレ枠になるんじゃないかなとは思います。はい、これが金属バットですね。まあ、卑劣持っててつなげし持ってるねキャラになっております。はい、そんな感じです。つなげし言いづれえな、なんかねえかな、いい名前。さあ、続きましてこちらシルバーファングが登場いたします。こちらは究極とアシスト進化が可能になっております。見ていきましょう。まずは進化前から星7キャラですね。まあ、ガチャ限定キャラなんで結構強い気がしますが、まずは進化前からバインドスキルブーストプラスお邪魔耐性プラス7強3つに無効貫通です。そして水のたこ焼き持っていてボイス覚醒、そして超覚醒も水のたこ焼きって感じになってます。でスキルは1ターン指が2倍で1ターンランダムでルレット1個生成、8コンボ以上、リーダースキルが8コンボ以上でダメージを 60% 軽減、固定300万ダメージ、水木光の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が22倍です。はい、まず覚醒に関しては7強3つ無効感なんでそんなに強くはないけど、水コンボ強化があるから結局42億は出そうですね。やっぱり水コンボ強化ってパーティーの火力そこそこ上げてくれますからね。で、まあスキルは指2倍にルーレット1個生成が4ターンなんですけど、進化とかもなしでこのスキル持ってるのはかなり強いと思う。まあ4ターンっていうちょっと重さだけは気になるけど、それでもルーレット回復スキルとしてはかなり優秀なんじゃないかなとは思います。お邪魔耐性プラスのギミック耐性もあるんでね。で、まあ、リーダースキルはね、指定3色がめんどくさすぎるんですけど、まあ、言っても 60% 軽減、25% 軽減って考えると、軽減率 72.5% なんで、ね、相当強いと思います。これがシルバーファングですね。続きまして、あ、だから、あれだね、こっちはなんか多色みたいなニュアンスかな。なんか多色みたいなニュアンスで使うって考えてもらえれば、結構強いんじゃないかなとは思います。はい。続きまして、進化後ですね。お、超覚7強あるんですね。じゃあ7強積む後にもできるんで、サブとしてはかなり強いと思います、シルバーファング。で、進化後ですね。バインドプラススキルブース4つ、封印10強2つ、チーム HP 強化2つ、ボイス覚醒です。ギミック耐性ないのは気になりますが、まあ、言ってもチーム HP2 個あって、スキル分あって10強2個あるんで、火力はかなりやばそう。で、直角7強もいいですね。で、スキル、全ドロップの6を解除し、水木光ドロップに変化、そしてバトル10以降の場合、3ターン水の攻撃力が4倍です。このね、水の攻撃力4倍が3ターン続くのってね、結構渋いところなんだよな。強いんだけど、ロイヤルオークとか使ってる場合だったら、上書きしちゃうので結局。そこが微妙なんですが、まあ、言っても、これま3ターンじゃなくて1ターンって考えたとしても、言うて6解除3色陣なんで、まあ、そこそこ強いんじゃないかなとは思います。はい。そうですね。で、リーダースキルは、8コンボ以上でダメージを 60% 軽減、攻撃力が20倍。水木光同時攻撃でダメージを軽減、3コンボ加算です。まあ、なんか進化前進化後ともにね、リーダースキル相性抜群なんで、この2人組み合わせれば結構強そうですね。はい。まあ、ただ普通にこのシルバーファンク進化前進化後ともに火力アクとして、水属性パーティーなら活躍してくれるんじゃないかなとは思います。はい、最後武器ですね。チーム HP2 つ、チーム回復2つに HP 強化。スキルは指と水の攻撃力が3倍、2ターンダメージを激減、属性吸収を無効化です。ステータス漏れる分にはめちゃめちゃ強いので、まあ普通に属性吸収スキルもあって悪くないスキルだとは思います。はい。まあこれがシルバーファンクですね。星7キャラなんで、まあ武器要因も強いけど、やっぱりキャラとして活躍してくれるのかなとは思います。
こっちが実況特化なんで無互換対応しなくて、こっちは対応してるんで、まあ使い分けって感じやけど、やっぱ進化前がどうしても副属性水なんで、アタッカー枠としてはかなり強いのかなと思います。これがシルバーファングです。まあ進化後よりかは進化前がやっぱ強そうですね。最後にプリプリプリズナーが登場します。こちらは変身とアシスト進化が可能です。僕一番気になってるのはこのキャラなんですよね。原作知らないけど絶対強いと思うんだけど。はい、まずは覚醒から。封印スキブ2にボイス覚醒です。スキルは全ドロップのロックを解除し、ご属性プラス回復ドロップに変化。スキルヒーロープリプリプリズナーに変身です。これが23段変身ですね。23か、早いですね。結構リーダースキルは攻撃タイプの HP と攻撃力が2倍、指コブ延長、4色同士ダメージを軽減、攻撃力が8倍です。変身後見ていきましょう。とか変身キャラか、覚醒から封印指延長プラスお邪魔耐性プラス L 字ガードブレイク5色攻撃強化3つ持ちです。5色攻撃強化っていうのが 4.5 倍倍率が乗りますので、まあ、これ単純に 4.5×4.5×4.5 って考えてもらえれば 91.125 倍の火力が出せますと。火力自体はまあ高そうですね。副属性はまあまだしも、主属性はもうほぼ確実21億、副属性もかなりの火力出るんじゃないかなとは思います。はい、でスキルは1ターン落ちこなしになる代わりに自分の攻撃力が3倍、ランダムでドロップを入れ替えるが2ターンスキルです。だから種属性副属性完走できますよぐらいの感じで、あと、実質的にまあこれはあのロック解除にはなるのかなと思います。このスキルはまあロック解除とは言えんけど、まあ、一応ねロックとかされちゃった場合、ロック目覚めがない場合は一応ロック解除スキルとして使えるし、まあ、ロックされてる場合ですね、ロック目覚めも同時に来てたら別ですけど、ロックだけだったら普通にまあロック解除要因としては一応使えますね。リーダースキルは、攻撃タイプの HP と攻撃力が 2.8 倍、指が5分延長、4色同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が9倍、3コンボ加算です。あ、かなり強いとは思いますけど、多色って結構今そうだな、なんか完結しちゃってるんですよね。まあ、マリエルかもしくはマイキーなんですよ。でプリプリプリズナーはもちろん悪くはないんだけど、マイキーとかマリエルみたいに自身のスキルがそこまで強いとは思えないんですよね。正直ドロリフって結局運なんで、そう結局ドロリフって運で、やっぱマイキーとかの2ターンでね盤面確定説とかに比べるとやっぱどうしても控えめな戦になっちゃうので、ちょっとそこは痛いかなとは思います。ただまあ言うても強いんかな。多色なんですよね。でも多色かって感じです。はい、賞味玄関今日多色は強いとは言えないので、ちょっとそこだけ言いたいかなって感じです。はい、で武器ですね。回復ドロ強、チーム回復、光ドロ強、3つに回復強化です。なんでこんな回復とかなん、プリプリプリズナーそういうキャラなんこれって。スキルは2ターン受けるダメージを撃減、2ターンダメージ無効、貫通、回復ドロップを強化です。なんでこんな回復とかなん、絶対これ原作でなんかやばそうやばそう。これがプリプリプリズナーでした。はい、まあこちらね、今回の情報となっております。明日もアンパンマンコラボで登場するキャラクターの図鑑画像をご紹介いたしますので、お楽しみということで。まあ今日はですね、この3体の紹介でした。まあやっぱでもシルバーファングがズマ抜けてサブとして強そうなんで、ちょっと使うの楽しみですね。火力枠としてギミック耐性もある進化前は特に強そう。ルーレット生成もありますからね。進化後もまあ火力自体はかなり高いので、人生最後の全力を出せっていうスキル名。めちゃめちゃかっこいいですね。これがシルバーファング。かなり期待できます。プリプリプリズナーはどうしても多色なんで使いづらさは少し残るとは思います。変身キャラっていうのもあって、うん、まあ、そこだけデメリットかなって感じになってますが、まあ、一応リーダースキルはね参考深さもあって悪くはないかなと思います。という感じが今回の情報でした。はい、まあ明日も引き続きね新情報を話していきますので、ぜひよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。